でもね、なんだろう、前からやってるモノクロのあのシリーズあったじゃないですか、旅も、うん、あれのいいところと、うん、最近湘南でずっと撮ってるそのシリーズカラーで撮ってきたものがいい感じで融合されて写真は良くなってる、すごく。斉藤さんが好きなところは多分終始一貫してる、うん、もうこういうところが好きなんだ、うん、ね。で、じゃあもうごたごた言うな、俺が好きなものを出すんだっていう感じでステートメントをやってみましょう。俺これ好き、うん、あまりごちゃごちゃ言わない。昨日は旅の話でマインドマップ作ってたけど、本当はこれがいいんだよ、うん、これっていうのはパーソナリティ、パーソナリティ、うんうん、自分の話をマインドマップで。でもここに行けるまでにはその取る腕が大塚さん並みに追いつくいってこないとダメなわけだよね、うん、もう深掘りがしきれてない、うん、あのまだ見せれる範囲で出してる感じ。この日多分この辺に来る日ですよね。ここから後だから。でも、まあ、またこの後作る可能性があるとして、この撮影した日の数字をこの場でやっちゃダメなんですか。なんでこの日のを持ってくるかちょっと僕は腑に落ちない。でももう一回やればいいじゃないですか。あ、確かにもう一回やれば、うん、もう一回やれば。気づいたのも遅くて書けなかった人たちがいるっていうのはなんとなくずっと気になってるんです。ね、うんうんうん、で、この先についてはこれからもしかしたらやっていくことがあるかもしれない。でもこの前については多分もうやらないだろうと思うんですよ。写真もないし、そもそも僕はそこはずっと空白のまんま行った方がいいし、作家はそこをやりたいと思ってるけどできないっていうストーリーの方が全体が重たくなっていく気がする、うんうんね、いかにそこを埋めようとしてもできないことがあるっていうのがこの空白なんですっていう方が特にカレンダーにした意味があるよね、うん、そこは時間は巻き戻らないっていうね。目で見たいとか、やっぱ認識したいんだけど、人間は絶対に視覚的に作文だけを抽出して理解できないんです。